オーバーめになぞってください。で、手離す。ほら誰誰これ誰アーミティちっちゃくなって、真っ黒のおばちゃんじゃん。真っ黒のおばちゃんじゃん、これ。こんにちは、アミティ先生です。今日はライトルームの新機能を紹介していきたいなと思います。ライトルームにですね、被写体を削除できる AI の機能がついたんですけども、それがですね、めちゃくちゃやばすぎて、もう驚愕だったんですけど、今日はですね、それを皆さんにもシェアしていきたいなと思います。もともと Photoshop とかにはもうすでにある機能ですね。被写体切り抜いたりとか、被写体をもう全く別のものに切り替えるっていう機能があるんですけど、それがもうライトルームにもついちゃったっていう感じです。ちょっと後ろにね、今モニターちょっとチラ見せしてますけど、こんな感じ。これもともとね、真ん中アミティの写真だったんですけど、これくるくるくるってね、切り抜くとこんな感じで人がもう全く変わるんですよ。すごくないですか。ちょっとこれをね、共有したい。で、Photoshop だと Mac とかでしかできないんですけども、 Lightroom だったらスマホでもできるし、 iPad でもできるし、もうこれは使わない手はないでしょって思ったので、今日はちょっとその機能と、あと他にも新機能がね、たくさん追加されているので、それを紹介していきます。で、ちょっとその前にお知らせなんですけれども、今ここね、 iPad Mate Studio、 新しく自由が丘にできたスタジオからお届けしているんですけれども、ここのですね、生徒募集、キッズの生徒募集が6月末までやっております。大人はですね、もう一瞬で満席になってしまったんですけれども、キッズの枠がもう少しあって、6月いっぱいはここで1回無料体験できるっていうですね、のをやっておりますので、この動画を見てる親御様、自分のキッズをですね、ちょっとクリエイターに育てたいとか、得意なことを伸ばしてあげたい、将来の夢を見つけてあげたいとか、あとは自発的にね、自分で考えて何か生み出すことができるような子供に育てたいという方いらっしゃると思いますので、ぜひ一度ね、体験していただきたいなと思いますので、概要欄のところに体験の参加フォームっていうのが載っておりますので、そこからね、ポチポチしていただいたらいつでも来れますので、ぜひお待ちしております。はい、ということで早速チュートリアルやっていきましょう。じゃあまずはじめ、生成削除っていうのを紹介します。もうこれがめちゃくちゃやばいです。これね、 iPad Mate Studio の1回目の授業の様子なんですけれども、まあ、こんな感じで先生とキッズがいますと。で、例えばじゃあね、これ人を消したいなっていうのがめちゃくちゃ簡単にできるんです。で、生成削除するときはここ、編集がたくさん出てきてる中のこの消しゴムマークを押してもらって、で、これ生成 AI っていうのが最初ね、オフになってるので、これオンにしてください。で、ここ削除とか出てるんですけど、これ削除のままで大丈夫です。この状態でじゃあちょっとね、ブラシのサイズ変えて、女の子先に消していきますよ。こんな感じで、これポイントはちょっとオーバーめになぞるって感じですね。ギリギリじゃなくて結構オーバーめになぞります。手を離す。そうすると今削除しております。来るよ。え、めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗に消えました。え、ない、すごい。これね、さらに面白いのが、ここに除外っていうボタンがあるんですけど、これでね、こうやってやると1、2、3、わかります？こんな感じでバリエーションが出てくるんですよ。足があったりなかったりしますね、男の子の。で、これで一番いいやつを選択するって感じ。すごすぎます。で、さらにですね、この先生、ここにね、白い先生いるじゃないですか。これも消せてしまうんです。サイズちょっとアップしましょう。で、もう一気にいっちゃいます。いきます。でで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 で、ちょっとオーバーめにね、オーバーめにやる。手を離します。消えた、消えました。1、2、3。やっぱ手の感じとかがね、難しいみたいだけど、すごい、すごい。ちょっとこれで追加でいってみます。この辺ないけないのかな。これはちょっとダメかも。あ、来たんじゃない、これじゃない、これじゃない。完了。ビフォーでアフター、すごいっしょ。もう完全に女の子と女性の先生がいなくなりました。これが生成削除、 AI 削除です。で、今後ろ姿だったじゃないですか。これ記念撮影とかでもできるんですね。ちょっとやっていきます。こちら、
で先生ね、ちょっとこの前サイン会した時にみんなで同じユニフォームを着てサイン会をしたんですけど、じゃあちょっとねごめんなさい、あのわかるくん先生消させていただきたいなと思いますので、アートフォトグラファーのわかるくんね、結構有名な子なんですけど、ちょっとねアミティの方が目立ちたいので消します。ごめんね。来ましたよ。嘘。すごい、後ろの落書きが追加されてる。ジョーカーいいバリエーション。おお、こっちの落書きの方がいいね。あ、もうわかるくんはいなくなりましたね、完全に。うわ、すごい、これがいい。はい、いなくなりました。こんな感じで女子2人のね記念撮影に生まれ変わるということで、これはすごすぎる。本当にいろいろなものが消せるんですよ。で、消せるだけじゃなくて、こういうオブジェクトに切り替えたらどうみたいなのもやってくれるんですよ。ちょっとこれでいきますね。これもね先生の集合写真なんですけど、今東京のねスタジオ5人でやっております。5人と私1人だね。これじゃあアミティ先生次消しちゃいましょうか。私これね、なんか前やった時に消せると思ったの、アミティ先生が消せると思ったんだけど、ほら誰誰これ誰ちょっと怖い、ちょっと怖い、ちょっと怖い、なんか面白い、ちょっと待って、ああこれがマジか、ちょっとやだなこれ。アミティの代わりだそうです。これがアミティちっちゃくなって黒のおばちゃんじゃん、真っ黒のおばちゃんじゃん、これすごくないですか。これはちょっとねびっくりしたんだけど、毎回こうやると人が変わるのね。こう人が出てくるのか削除するのかっていうのはまだ決められない。フォトショップとかだったら削除してっていうのは消えたりとか、あとは赤色の人にしてみたいな感じにしたら、フォトショップはまだその指示が通るんだけど、ライトルームはまだこう自動お任せでございますね。多分ねそろそろついてくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今の時点ではこんな感じでランダムの非常に怖いね人がねこんな感じで出てきますので、一回やってみてください。次、背景ぼかし、AI ぼかしっていうのをやります。これはあのおふざけじゃないですね、比較的使える機能なんですけれども、例えばねこれアミティ先生のアップルのイベントに行った時のやつなんですけれども、これスマホで撮ったのかな、 iPhone で撮ったんですけど、まあ、iPhone ってさ結構後ろまでしっかりくっきり写してくれるものだと思うんですけど、これの後ろだけをねいい感じにぼかしてくれるっていう機能がここです。ぼかしマークが、新しい機能がつきました。で、ここでねぼかし量を決めれるんですけど、ほらもう動かしてる時点でこうやって変わります。すごくない？めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。そう、結構ねいい感じにやってくれるんですよ。この泡とか5枚なんとかとかあるじゃないですか。でこれは何かっていうと、泡にするとこういう こことかボケとかの形が変わるんですね。わかります？まん丸になるか、こう5個のピカピカになるか、リング、あリングだとこういうね光がリングマークになったりしますね。日系色だとこうひし形みたいなのかな、まあ、丸とか5枚縛りがいいと思いますけども、こんな感じでね綺麗にぼかしがかけれますと。でここに焦点っていうボタンがあるんですけど、これ何かっていうと焦点距離ですね。こっからここまで今くっきりしててこっちがボケてますっていうものなんですけど、これをじゃあ移動させると、ほら後ろがくっきりなってアミティがボケますね。こっちに移動するとアミティがくっきり後ろがボケる。だからどっちしますっていうのもここで選べるんですね。これも全部 AI で被写体を検知してやってくれてる。でおすすめはこれ、このどこにしますかみたいなターゲットボタンを押して、じゃあここみたいな、ここってしたら簡単にその被写体のところだけくっきりさせてくれるっていう感じです。これめちゃくちゃ便利ですね。こんな感じ、ビフォーでアフター、ビフォーでアフター、めっちゃもう一眼で撮ったみたいな感じになるかなと思います。これも今までなかった機能なので、よかったら使ってみてください。でこの AI 削除と AI ぼかしを使ってチャミティの
T シャツ、 iPad メイトスタジオのオリジナル T シャツをじゃあ EC サイトで販売したいなってなった時に、これね、ちょっと痛恨のミスだったんですけど、後ろに人がいますよね。でこれをねちょっと注意せずに撮影してしまったんですよ。なのでこれをまず削除したいと思います。こういうなんか微妙な感じでも削除できます。削除、 AI 削除のサイズを調整して、でこうやってなぞる。でアミティの髪の毛も一緒にやっちゃって大丈夫。おー、いい感じに消えました。いい感じに消えましたね。はい、ビフォーでアフター、ビフォーでアフターですね。髪の毛のとことかもさ、こう自然にね分からないようになってると思います。素晴らしい。でこれで完了ボタンでしょ。でぼかし、これもね結構後ろのこの階段とかしっかりとくっきり出ちゃってるので、アミティのとこだけにフォーカス当てたいじゃないですか。でその時にぼかしを入れます。いきますね。はい、もう入ってます。わかります？もうこの後ろとかさ、ボケ感めっちゃ出てるし、5枚絞りだとこう、ここがねちょっと形が変わりますと、こんな感じがいいかな。で焦点で、まあこれは大丈夫だね、これは大丈夫。アミティの顔に焦点当てて適用ボタンです。 OK、 いいんじゃないですか。ビフォーでアフター、ここも消えてぼかしになってアフター。でやっぱこうやって綺麗にすると EC サイトとかで売るときにやっぱりこの服のとこに目が行くからさ、すごいいいと思うんですね。なのでちょっと手間だけど、こうやって間違えちゃったというか、うまく撮影できなかったなっていうときは、私はこのライトルームのやつをめちゃくちゃ使います。はい、こんな感じで完成でございます。前まではフォトショップに1回持ってって、でちょっとレタッチとかしてたんですけど、正直それだとライトルーム行ってからフォトショップ行ってからみたいな感じで、ちょっとこうステップが多くて時間かかってたんですけど、このライトルーム内でできてしまうということで、もうめちゃくちゃいい機能が搭載されました。本当にね、使ってほしいです。多分これ有料というか、アドビの課金してらっしゃる方のみ使える機能だと思うんですけれども、ぜひね、フォトプランとかね、そんなに高くないので、ぜひチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということで今日はライトルームの AI の新機能紹介いたしました。ということで今日はですね、 iPad Mate Studio からちょっと授業の感じをですね、皆さんに体験してもらおうということで、こんな感じで撮影してみたんですけれども、今ねちょっと大人クラスは満席なんですけど、キッズはまだちょっと席があって、6月いっぱいは体験授業、ここでもうね実際に一緒に受けてもらうという体験授業をしてますので、一回ね体験授業やってみたいなっていう方は、概要欄のところに体験授業申し込むフォームみたいなのがついてるので、そこでよかったら申し込んでください。大人は10月ぐらいかな、来期の募集がありますので、楽しみにしておいてください。こんな感じでね、面白い授業が受けれますので、お楽しみにということで、今日は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。